ついに解禁。下川チャンネル。皆さんこんにちは、下川チャンネルの下川川です。ということで本日は下川が今もうハマりにハマってるカードゲーム、そうシャドウマスエボルブの動画でございます。あのもうおもろすぎる、ほんまにちょっともう気をつけた方がいい、もうそういうレベル、もうパックとかもう人気すぎてもうどこも全国的に売り切れ状態だから、もう今アマゾンとか見てください、もう転売祭りになってますわ。まあそんなねシャドウマスエボルブでうちの川さんがなんと公認大会優勝しました。で、これが川さんの使ってたドラゴンデッキ。これで4勝0敗優勝。で、聞いてください。なんと、うちも3勝1敗やったんですよ。惜しい。うち1勝不全勝。あ、言わないで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 。うち1つはその日に初めて山田さんを初心者があり。あ、言わないで言わないで言わないで。で、ちょっと話戻すんですけど、なんでそんなシャドバのパック全国的に売り切れになるほど人気なんて、知らない方はね、思うと思うんですけど、まずこれが、シャドバの通常カード。まあ、裏面が黒になってる。これがデッキに入れるカードなんですけど、これじゃなくて、こっち。この裏面が白になってるのがリーダーカードって言って、自分がどのクラスのデッキを表すかっていうので、まあ使わないといけないカードなんですけど、10ボックスに1枚とかしか出ないカードになってて、ルナっていう女の子のカードがマックス10万円とかで取引されだしたんですよ。もうそっから、一気に売れ出して。マジだって発売日とか余裕で買えたよ、もちろん。なんで今回、川さんの優勝記念で、なんとか再販で手に入れたこのワンボックス、開封していきたいと思います。でもこの箱がどんだけ貴重かよな。川さんがこの日が大体再入荷日なんじゃないかって言われてる日に三の峰に張り込んで、で入荷しましたっていうツイートを見ても爆速で向かい買ってくれたっていう、ちょっとスパイみたいな状態で。わーパワーだ。16パックしか入ってなくて、まあその分1パック単価385円、8枚かな入ってます。で光り物は確定で、これのリアリティがさっき言ってたリーダーカード UR スーパーレジェンド、レジェンド、ゴールド、シルバー、ブロンズで、ゴールド以上が全部光り物になってます。じゃあ早速開けていきたいと思う。あーこれは違うん、大衆道場後ろエースドラゴン、あんま使わんな。ドラゴンやな。ブリスト、あんま使わんな。こんから光るんじゃない。地獄の解放者、ナイトメアで、はい、あー封じ、封じか。なんかここにね、あのクラスが書いてあるんですけど、これがニュートラル。ニュートラルはどのデッキにも入れていい種族なんですよ。だから一度は入れてみる。封じ、封じでも結構強いけどな、うちの体感。でも微妙で一回抜く。で、お闇をまとう暗殺者、はい、あースティールナイト。あーで最後はトークン。一枚だけめちゃめちゃ分厚いっていう、わかるかな。で、このトークンの枠が後ろが白やったらもうリーダー確定やねん。あ、そうなの。そうらしい、そうらしい。なんかまとめサイトみたいなの書いてた。だからこのパックは、GR が2枚。だからまあこの枠は言うたらデュエマで言うとこのちょっとベリーレア的な感じかな。1個上のレジェンドがスーパーレアみたいな。あーマジでそんな感じ、マジでそんな感じ。2パック目からいきます。はい、あー黒。ちなみに下川は6ボックス向いて UR もリーダーすらも引いたことあります。そうやね、やから開けてみたいっていうな、この引いてみたい。お、靴の兵士、これ強い。靴の兵士使うけどな。ビビエル不明、はい、プリズムナークラム、あージェニス、あージェニスドラゴン、これのおかげで3回戦目勝ちました。おーすごい。こいつ9コストかかんねんけど、パワー10のスピードアタッカー、体力20でパワー10はもうバケモン、めちゃめちゃ強いカードやねんな。あー、さばきの悪魔、はい、こういう方、これも。おー。結構、ゴールドレアはよう出る。ゴールドレアデーマンゼロ、ちょっとややこしいな。まあ、シャドウやとベリーレアショット。あー、黒。はい。スケルトンファイター、ダークの、あ、これも強い。ウィルスフェアリーダンサー、あ、ソロゴンマーション。ここがめちゃめちゃ汎用カードばっかり。そうやな。入ってて、結構どのデッキにも入るカードばっかりやから、意外と GR よりも値段ついてたりするっていう。あー、そうか、そうか。ソロコンバージョン。えぇ、何、マジ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 、ローズクイーン、これ、あれ、UR、エルフ嬉しすぎる。リーダーに次ぐレアリティ、レアリティ、マジで嬉しい。初引き、ホビステ三宮、ありがとう。ありがとう。これ、あれやな、言ったら1台やんな、ポケカとかで言う。ああ、そうやね、スペシャルアート的な、アート的な感じで、これフルアートになってるっていう。そうやから、なんかあの光り方もちょっとちゃうねんな。でも、マジ切り札カード。ああ、そうやね。まずこのローズクイーン出て、もうバラネ刺激に変わって、もうバン。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ後ろもちょっとあるかな。はい、アイボリードラゴン、あーバラネ刺激、これ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 、もう、マジでこのこれでこうなります。ローズクイーンやからな、言ってもうこれで勝ちます。いやでもリーダーもこのままの勢いで出していこう。いきます。あー、黒ね、まあ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 、全然いい、全然いい、もうもはやゴリアテな。自然の裁き、知らないと、あー聖なる願い強いね。後ろゴリマウント、はい、いきます。
はい、黒は黒蓄積ネクロマンサー、おお、ガブリエルのレジェンド、まあ SR 的な感じ、まあガブリエルはそこまで使わんけど、ウィズプリーストアーフロントガードジェネラル、あ、変化する魔術師、おお、ドラゴンの要、まあ結構スレイヤーみたいな感じやな、はい、バイキング、マッハファイターとスレイヤー持ちみたいな、あーそうやな、そうやな、まさにそんな感じじゃないです、だからこのパックとかやったら3枚光り物が、はい、黒ドラッグ、え、これ今からこれ見て、まあ始めたい人とかおると思うんだけど、どのクラスのデッキがいいと思う？ドラゴンやろ、ドラゴン、ドラゴン一択やろそれは確かにそう、もう うちですら勝てるからドラゴンは、確かにな、でもうちロイヤルとかも結構おすすめやねんけどな、いやでもナイトメアスターターの時点強いよ、あ、確かに確かに確かに、あー、じゃあのプレミアム、あ、ほんまや、トレジャーレアの銅箱と銀箱みたいな、めっちゃ分からんの、あのデドラムのあれに近い、いや分からん、だからこっちの方が使ってる方がいいよね、銀箱レアやったって、銀トレジャーやったって、確かに確かに、全部例えデュエマ、変化する、いやそや見てるか、神竜これやつや、神竜なこれな、体力回復できるよこれも、で乙姫、ちょっとみんなも多分ハマってくれると思うねんけど、はい、黒ですね、背面としてビショップが一番嫌やな、ビショップはもうきつい、マジでバレッジ、結構上手い人から使ってたりするし、あーで神竜の下、あーナイトアイラ、アイラタン、普通にアタックもできるのに壊された時にマナブーストデュエマで言うができるっていう超強カード、あーじゃあホーリーハルかな、第1弾のパックはこれから先も結構再販するんじゃないかって言われてんねんけど、でもこの第2弾が6月30日に出るらしいんですけど、それがバハムートっていう、うちらちょっとアプリの方のシャドバやってんねんから、ありのせいです、アプリではバケモンらしい、あ、そうなんや、でもうちらアプリやってんねんけど、そっちの結構目玉のバハムート、かなり大戦争になるんじゃないかって言われてる、このパックが予約しておりませんやばい、もう分からん、もしかしたら2弾からもアプリ勢ドーってくるかもしれない、アプリで大人気なカードベレンジェルパラレルよ、これベレンジェルもな、結構これはもうどのデッキにも使えるっていういやからまあちょっとな高い、鬼カマス、あ、わかるわかる、ミクセル、あ、超越、あーこれこれ最初の方使ってたけど、うちは使いこなせませんでした、うまくできません、で、ここあ、ここ顔は可愛いねんけどな、効果は可愛くない、ほんまに強い、実はこの動画とかにはしてへんけど、もうシャドバハマりまくってる YouTuber とか結構周りにおって、やからまあ今のうちに結構もうスタートデッキかな、あー、残念、あ、まあ、レジェンドレア、まあ普通にもう配慮カードとかな、そうスタートデッキとか、あ、ベレンジェル、おお、これとかベレンジェルとかも初動やったら500円切ってたのに、うん、今だってミス行ったら800円とか1000円ついてるから、みんなが初めて必要やからベレンジェルは、そうやな、そうやな、やからもうこのベレンジェルとかはな、早めに買った方がいいよ、で、椿、おお、あ、乙姫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 の方のあれやな、進化先や、エボルブ、これロイヤルっていう、やからもう始めようか悩んでる人は早始め、いやそうやんの、一緒にやろ、ルシフェルとかも買っといた方がいいかな、エクスキューションとか、もうあ、竜の翼、これ入れてない、これ入れてください、皆さん入れた方がいい、ドラゴンに入れてください、入れるわ、アイラで殴ってから、その殴ったアイラをこれで外してブーストします、エンシェントエルフ、後ろがリズムグラスナー、新たな運命、前にミニリズムドラゴン、メデューサ、リズムブリースト、ナイト、スペアリーサークル、スペクター、ウィンドブラスト、あー、ジルニトラ、おお、ドラゴンのドラゴンボックスよ、かわいい、ドラゴンを強い出せるカードですね、サブチャンで対戦動画撮ったんで見てくださいそう、あ、テミス、あ、出たテミス、アポカリプスデイみたいな、そうや、全破壊カード、全部破壊しますっていうカードですね、ヒーリングエンジェル、ドラゴン、ラストにバックリーダーチャレンジ、どや、黒、デモンストラク強い、バカマンプリンセス、アルビダの亡霊、ゴブリン、はい、あー、GR1 枚パック、ラストパック、じゃあいきます、リーダーチャレンジラスト、黒、まあ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 、UR 出たから、さあ、残り、ほら、楽園、これが強い、あーちゃビッチな、龍化の塔、ノーブルフェアリー、あ、漆黒の契約、クラフトウォーロック、はい、ゴーストトークン、以上です、 UR 出てっから、めっちゃすごい、 UR 出てっから相当いい、ということで本日は優勝記念創世の夜明けワンボックス開封した結果、初優勝、これちょっと言うの忘れてたんですけど、そのシャドバの動画出すんやったらもう公認大会優勝してからやろって言って、全然優勝できんくて、もう5月の最後にようやく川さんが優勝してくれて動画にできました、よく買ってくれた、ほんまにほんまうちが優勝してみんなやったぞって動画にしたかったんやな、そんなもう1年かかるやろ、いやちょっと待ってくれよほんま6段ぐらいやろということでね、これからもちょくちょくシャドバの動画ね上げるかもしれないんで、みんなも初めて動画を見てくれ、ということで本日もご視聴本当にありがとうございます、よろしければチャンネル登録、そして高評価の方ぜひよろしくお願いいたします、以上本日は下川チャンネルでした、まあ俺は賭けポーカーやるぐらいやったらエボルブやった方がいいと思うので
うちもそう思う。一緒にエボルブやらないか。